それでは今回は初月から10万円を稼ぐメルカリ転売術、森さんの方について解説したいと思います。毎日の隙間時間を使ってお小遣い稼ぎをしたい方、副業をしたい方、物販おすすめです。初月から10万円を稼ぐテーマにこの本っていうのは作られています。転売っていうのは今最も稼げるビジネスモデルです。転売をおすすめする3つの理由っていうのがあります。1つ目が難易度の低さです。誰でも簡単にできます。2つ目が速攻性です。すぐに結果が出ます。3つ目が集客力です。お金をかけて集客する必要がないです。仮想通貨とか FX とか YouTuber、 それらの副業に比べて物販っていうのは最も稼げるビジネスモデルになってます。初心者、副業したい方っていうのは物販からやってみることをお勧めします。転売で稼ぐにはメルカリが最適です。 EC 市場っていうのは今後も成長していってます。 EC っていうのは電子商取引のことです。いわゆるネット通販です。2010年は7兆7880億円だった市場が2018年には17兆9845億円にまで拡大しています。10年未満で2倍以上に成長していることが分かっています。メルカリは累計取引数5億件を超える転売アプリの王様です。フリマアプリの市場規模、こちら見てください。2016年には3052億円、2017年には4835億円、2018年には6392億円へと成長していっています。では具体的にメルカリ転売はどのように進むのか、まずは全体の流れを把握してほしいと思います。出品前に押さえるべきメルカリ転売の6つの工程です。1つ目の工程がリサーチです。出品する前に行うリサーチは今売れている商品を調べる工程です。ライバルと差がつく大きなポイントになります。2つ目が仕入れです。リサーチをもとに商品を仕入れます。何を仕入れるかはノウハウや予算によって異なります。3つ目、出品です。商品の写真、タイトル、紹介文を用意して出品します。4つ目がコメント対応です。出品後からでも価格を簡単に変更できるため値下げを提案されることがあります。5つ目、梱包と発送です。作業時間や経費をできる限り安く抑えることが大事です。6つ目、強化&トラブル対応です。アイテムに不備があってクレームが発生したら購入者には丁寧に対応しなきゃいけないです。まず転売をやってみたい方はまずは家の不用品を出品してみてください。着なくなった服を出品して感覚をつかむことです。家庭の不要品を探して出品してみることをお勧めします。商品を仕入れる作業が発生しないのでリスクは全くないです。シーズンオフの服だったり、趣味で集めた漫画、クローゼットの奥に眠っているブランドバッグなど、使わなくなったけど捨てるにはもったいない家電などいろいろ見つかると思います。一番売れやすいのは断然服なので服で一回やってみることをお勧めします。続いて、いくらの値段をつければいいかです。正しい値付けっていうのは売り切れ検索と販売中の検索を使って決めます。売れた時の価格、さらに現在の市場価格を正確に把握することが大事です。例えばバッグを売るとしましょう。全て同等の条件にある商品であっても A さんは2万円、 B さんは2万1000円、C さんは2万7000円で売れたとしましょう。あなたはこの結果を見ていくらの価格をつけますか？利益を得るためにできるだけ高く売りたいという気持ちはみんな同じです。C さんが2万7000円で売れたのであれば自分も2万7000円で売れるだろうと期待する人もいると思います。逆に早く売りたいから2万円につけたい人もいると思います。値付けには妥協は許されないです。ポイントは商品の回転率の高さです。回転率が高ければ強気に言って2万7000円、低ければ2万1000円にするのが正解です。メルカリっていうのはタイムライン型の投稿システムです。閲覧差は最初に判断するのはトップ画像と価格の2つだけです。そのため適正なプライスはユーザーが購入するかどうかの重要な判断材料となるので一切妥協せずに決めることが大事です。続いて、仕入れ先がメルカリ転売の成否を決める自分に合った仕入れノウハウの見つけ方について解説していきたいと思います。安く仕入れて高く売るっていうのは転売において最も重要な部分です。まず有料な仕入れ先を見つけることが稼ぐ転売には不可欠です。この本では数ある中から厳選した15個の仕入れノウハウが紹介されています。転売の業界では一つのノウハウっていうのは決して息が長くないです。これまで使えていたノウハウがある日急に通用しなくなることもあります。複数の仕入れ先を確保しておくことが大事です。それぞれ解説していきたいと思います。まず1つ目がサンプル品転売です。サプリやコスメの試供品を仕入れるやり方です。サンプル品の仕入れはインターネットでサンプル品無料と検索すれば無料でサンプルを入手できる化粧品や健康食品などのメーカーページを見つけることができます。そこで条件を確認して商品を仕入れてメルカリで販売するやり方です。サンプル品転売では難易度は低くて利益率は 30% から 40% になります。やるステップは3つです。試供品を仕入れる、メルカリやアマゾンに出品する、商品が売れたら梱包発送するです。2
2つ目が革靴転売です。革靴はビジネスマンの定番アイテム、かつ消耗品なので市場規模はとても大きいです。平均利益率は 50% で回転率も優れています。仕入れ先はアパレル系の中古ショップがメインです。セカンドストリート、オフハウス、ドンドンダウンなどアパレル系の古着を扱っているチェーン店が中心です。理想は2000円から3000円で仕入れたものを7000円ぐらいの価格でメルカリで販売するのが理想です。利益率は 50%、 慣れてくれば 75% にもなります。回転率がいいため出品後1週間から2週間で売れるのが一般的です。難易度は低く利益率も高く、ステップは4つあります。店舗で革靴を買う、そしてリペア、簡単な修理をする、メルカリやヤフオクで販売する、梱包発送するです。続いてアマゾンダメージ転売です。アマゾンでは購入者が商品を返品するケースが多くあります。それらをアマゾンではダメージ商品として扱っています。ほとんどが新品で未使用品です。アマゾンダメージ転売では定価の 35% で仕入れるのがポイントです。糸のほつれなど商品の不備がないかを確認して、メルカリで定価の 65% から 75% で販売するのが基本の流れです。リサーチ不要で仕入れることができます。アマゾンダメージ品を扱える会社っていうのは日本では8社しかないです。森さんの会社はそのうちの1社と取引してあって、商品を仕入れることができるようです。アマゾンダメージ転売は難易度も低く、利益率も 30% から 50% です。やるステップは3つあります。アマゾンダメージ品を仕入れる、メルカリで販売する、梱包発送するです。続いてタイ仕入れ古着転売です。日本で扱っている古着の多くはタイから仕入れています。取り扱うブランドはカーハートやザ・ノースフェイスといったアメリカ系のメーカーが中心です。個人では発注できませんが、独自ルートを開拓した森さんの会社から発注して、現地にいる転売パートナーが売れる商品を選定してくれる仕組みになってます。実際にタイを訪れる必要はないですし、現地の事情に詳しくなくても大丈夫です。利益率は 30% から 60%、 やるステップは3つです。日本の仲介会社を通じてタイの卸売業者から古着を仕入れる、メルカリで販売する、梱包発送するです。続いて古着アパレル転売です。メルカリで最も需要の高いジャンルです。仕入れ先はセカンドストリート、オフハウス、ドンドンダウンなどアパレル系の古着を扱っているチェーン店が中心です。ブランドはアディダス、ポールスミス、ポロ、ラルフローレンなどが中心で、高額のハイブランドは取り扱いません。月に100万円を稼ぐ転売者も少なくないです。作業時間は1日3時間から4時間、仕入れ資金はおよそ15万円から20万円、平均の利益率は 50% です。事業として構築できれば月利で100万円を稼ぐことも夢ではないです。利益率は 50% から 80% です。やるステップとしては3つです。店舗で古着などを購入する、メルカリやヤフオクで販売する、梱包発送する。続いてブランド品転売です。取り扱うブランドはルイ・ヴィトン、グッチ、バーバリー、シャネルなどが中心です。ブランド品転売で成功するには次の2点が重要です。1つ目が適切に売れるブランドを理解する、2つ目が偽物を仕入れないです。ブランド品転売のノウハウは利益率が 50% 以上、1商品あたりの利益額はでかいので月利で100万円稼ぐことも可能です。ステップは3つあります。店舗でブランド品を購入する、メルカリやヤフオクで販売する、梱包発送する。続いてカメラ転売です。値崩れしない一眼レフを扱うことです。手堅く長く稼ぎたい、脱サラしたい、収入の柱を作りたいとに向いています。一眼レフは10年前の機種が現役で使用されており、中古でも値崩れしづらいのが特徴です。狙い目の安定市場となってます。仕入れ先はヤフオクのストアや実店舗がメインです。利益率は 30% から 40%、 生産数が年々縮小傾向にあるカメラは転売を始める人も多い反面、すぐにやめてしまう人も多いのが現状です。需要と供給がほぼ横ばい状態が続いており、市場規模がこれ以上飽和することはないので、狙い目なノウハウであることは間違いないです。ヤフオクのストア、実店舗で仕入れて出品する、ここへ撮影をして梱包発送するって流れになります。他にも仕入れのノウハウとして、100円仕入れ、中国輸入、楽天ポイントせどり、バイマ無在庫転売、アマゾン出品、 ODM、 OEM、 eBay 貿易独占販売、ノーリスク中国輸入。仕入れノウハウだけでも15種あります。自分の周りで起業したい方、副業したい方は物販から始める方が多いです。物販っていうのは再現性が高く、誰もがやったら結果が出る副業だと思います。もし副業に興味がある方っていうのは、この本を買ってみたいとか、森さんの YouTube 動画を見てみることをお勧めします。メルカリ転売っていうのは実践すればするほど上達して、どんどん稼げるようになります。ぜひ副業に興味がある方は検討してみてください。この動画を見ていただいて、感想とか気づき、コメントあればメッセージをお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。
チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。